かった。じゃあ頑張れよ。しっかりな。上から応援してるよ。しっかりね。行く。サクラ。ジャパン。ジャパン、サクラ。なんかみんな言うのは土俵入ると声が聞こえなくなるっていう。そうだから周りめっちゃ応援するじゃないですか。それもなんかあんま聞こえなくなるんですよ、集中状態になると。しかもその手のつく瞬間とかもなるべく静かに聞こえるようになるし、まあ、それでも結構、まあ親からするとすごい人を殺しそうな顔してるよっていう。石井さくらです。17歳、高校今年で3年生です。え、ごったいを感じた時、とりあえずそのワンパクで2位になった時はなんかもう力も、身長がでかかったんで小1の頃から、それでもう2位まで行っちゃったんで割といけんじゃないのかなって自分の中では多分思ってたと思うんですよ。やっぱその全部初めてっていうのは嬉しいことだと思ってるんで、その初めてその松永先生が高校に受け入れてくれるって聞いてやっぱすごい嬉しかったし、女子初めてって聞いた時もあ、いなかったんだなみたいな。今まで忘れてたわ。お前記憶力いいっけ。マジでいいです。ちょっとこれ片さないと。ちょっと片すから。写真。ユズキぶっさ。ちっちゃいからユズちょっとね。ユズキこれが初めての優勝。可愛い。これが初めての優勝。え、これ？そう。初めての優勝の。これカップラーメンもらえるとこ。そう。隅田大会。この人うちのこと覚えてるかな。覚えてるわけないな。そうね。でこれ買ったから楽しくなったんでしょ。うちさなんかレオタードっぽかったのにどうしちゃったんだろう、ね。え、これ同じ。あ、ちょうど。初めて出た大会。では負けて悔しくて、で2回目の大会で初優勝をして、ね、優勝するとやっぱみんなから褒められるし、例えばお菓子を買ってもらえる、何かを買ってもらえるっていうので多分嬉しくなって、じゃあ次も頑張ってみよう、次も頑張ってみようっていうことで続けてきたんだとは思います。ダウ。めっちゃ緊張してるんだろうなって思います。全然答えになった。何も思わないんだ。ありがとうございます。顔が怖いってのはあるかも。それしかない。うん、顔が本当にモードに入るともう相手を殺しそうな目で見てるから怖いなって本当にもう。目合わせるときにこう手ついて目合わせるときに相手ともバチバチでバチバチでフィリピンがいるの横にやばそのまあ中学校小学校まではプロになったらいいよねみたいな、両国国技館上がりたいよねってのは喋ってたんですよ、友達とかその両親とかとも。なえ中力あると思うんで、そっから自分の好きなこととか。多分タイか台湾の子だよ。ああ、そうじゃない。めっちゃ。2023年初っ端の大会がありまして、それの最終調整の場を
作れたらな。この合宿に参加してる女の子の中で2人世界レベルの子がいます。まあ、1人はもう言わずとも知れた石井さくらですけど、彼女は、ワールドゲームズ2022で中量級で金メダル取ってる選手で、もう事実上本当に世界一の選手。まず彼女を表すのは気持ちの強さ、負けん気の強さ、勝負強さですけど、技術的に言うと相手の力を逃がすのもうまいし、自分の力を相手に伝えるのもうまいっていう。入れろ、左入れてけ、左入れてけ、大丈夫です。この2つをやるためにはスポーツとしての相撲を普及しなければいけない。スポーツとしての相撲を普及するのに最大のポイントは女子です。極めてシンプルで、相撲がなんでこんなに1500年もの間日本の国民に支持されてきたかって言ったら、もう肉体一対一の何も武器を持たない。ルールとしては足の裏以外が地面についたら負け、そして土俵の外に出たら負けっていう極めてシンプルです。お手を拝借お願いします。令和5年5年度第1回ウォーターレス相撲道場女子合同合宿、そして、相撲界のさらなる発展を祈願しまして、三本締めで締めたいと思います。よでも大相撲というのは日本においては大変人気がある。だから日本のファンはみんな相撲は男のやるものだと、女はやってはいけない的なところをみんな、なんていうかそんなに相撲に詳しくない人たちもそういうふうに思ってるんですね。で、特に若い女性が戻ってきた。回しを巻いています。これは相撲する上で必要不可欠なものです。回し持って投げたり、これがもう基準になっていく。はい、行こう。まず中学校の時にこの鳥取城北高校の合宿に参加して、この先輩方の日本一に向かっている姿とか、この愛先生の思いを聞いたりして、自分もこの高校で地元を離れてでも日本一をみんなと目指したいと思って入学しました。
すぐ攻めていく攻めていく攻めていく、密着しない密着しない、はい、どうするか考えてやる、密着しない、下向かないぞ、どうするそっから、おい、日本全国から選手が集まるのと、今年度は台湾から台湾チームが1チーム来て大会を行うっていう形です。で今ここに、約30人選手がいて、ほとんどの選手が出場します。すぐ攻めなきゃ、すぐ動きを入れる、はい、前に出ながら下がらない下がらない、あずきちゃん、はい、すぐ起こしていけ起こしていけ、そこから止まらずガン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 下から起こしていく、一段下がって起こしていく、ダメダメ、下がったら何もできん、はい、ありがとうございます、前に出たから前、そんな相撲ダメだぜ、やるべきことやらないと、あんなとっとって、じゃあここに来てみんなやりたいって思う、あんな弱いんだあいつ、あんなやる気ないんだって思われちゃうで、やる気があるのちゃんとやらなきゃいけない、交代するよ、それとあんなことやっとったら返す、大分に、分かったな、確保してきてんだったらちゃんとやる、やるべきこと、進化は手、はい、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。まあ、今年は1回戦から自身の直接の先輩で大学生と当たって、そこが突破できれば、まあ、上位に食い込んでくるかなっていう風な感じはします。もう体重測った、みんな体重 OK？ 体重まだの人は測ってよ。みんな階級が違うので、自分が今どの位置でいて、その太らないといけないのか減らないといけないかっていうのを確認するためにやってます。で、ちょっと汁多めで、みんな増毛だって、うん、増やさないといけない、無限に、だからやっぱり どちらかといったら食べ放題を選んじゃうんですけど、まあ困りますね。あと、まあ、お母さんだったら食費がかかるって言われます。しっかり混ぜて、篠さんがこんな短いので指まで突っ込んで混ぜちゃってる、よかっためっちゃ怒られた今試合会場上手ですよねどの味、塩が一番美味しかった、気にして化粧して遊びに出たりとか、なんかこんな服着るのっていうような服着てたりとかするので、多少は気にしてると思うんですけど、まあ、でも人生かけてこっち来てるので、そこら辺はもう、はい、割り切ってるんじゃないかなと思います。周りの子たちは痩せたいとかよく耳にするんですけど、自分たちからしたらその体を大きくしたいっていう方の思いが強くて、誰かと違うから自分もそうなりたいとかはあんま思わなくて、自分がそのとにかく大きくなりたいっていうの思いが強いです。ひどいわそれは、世界一記念やめて、まだ決まってないから、うん、そういうこと言うのはお前無粋だぞよかったね、その知らない相撲やってることを、自分が相撲やってるってことを知らない人に、私は相撲やってるよって言ったら、みんながすごいびっくりするし、あ、女子も相撲できるんだみたいな、なんでどうやってやってるのみたいな、部員は女子一人だけなのみたいなこともよく聞かれることもありますし、あいつが勝手に広めやがって何も分かってないのに、そのなんだろうな、だその大相撲好きな人でも
女子やってること知らない人も多分いると思うんで、じゃあそういう人もあ女子やってるんだってみんなにすごい驚かれることがたくさんありますね。エリスになっちゃうからやめて。しちゃってあるんだ。何これ、うわ絶対妹好きだわ。やったな。なんでここ選んだ。クレーンゲームが最近好きで日本で一番大きいとこに行ってみたかったからここを選びました。あと1回あるよ。さくらやっぱ日本ってその人と違うことをやるっていうのはやっぱ抵抗があるみたいな、そのなんか一部でまとまってやろうみたいな気持ちがやっぱ強いと思うんですよ。あーやめた方がいい。やめよう。これは動くかどうかで。いやでも自分としては人と違うことすることによってやっぱ目立つし注目を浴びることになるんで、それはいいことかなみたいな。その別に人と違うことって全然悪いことじゃないんで、なんかそれをやっぱ日本でも人と違うことしていいんだよみたいな。2階にいるって広くって。1992年に女子を相撲競技に入れようと。でそれは一つは国際化にするため、でそのためにはやっぱり女子を、相撲の選手にしないとならないということですね。やっぱり国際オリンピック競技に今相撲をしたい、そのために今女子を競技を作ったわけです。団体大会は国際女子選抜大会ですから、外国からも選手が参加します。今年最初の試合なので新入生入ったばっかりで、どれぐらい一般の部で通用するかすごい楽しみです。今日は多分力の差がかなりあるので、勝ってるのは若さと体重って伝えてるので、思い切って次につながる相撲を取ってくれたらなと思ってます。あもう本当その通りで、まあ優勝しなんか好きな言葉で準優勝は敗者だって言葉があるんですよ。結局優勝者しか、まあ、輝けないし楽しめない、嬉しくないから、まあ準優勝はほぼ意味がないですね。なんか大丈夫か、こうやって抜いてるから大丈夫だから、腰がこうやってなったら下抜いちゃう、腰が入ってれば問題ない。おっ、とんか、おっ、気合いとかも頑張らなきゃ、前に出るんだね。でもこのまま出たらダメよ、絶対自分で修正しなきゃいけない。出ないね。あっ、脇締めて、脇は？お、絶対、分かった？いいよ、いいよ。
そうですね、まあ、とりあえずその何かを考えて相撲を取るタイプじゃないんで、だからこう来たらこうしようっていうのを頭の中では考えてないんで、その言われたりしたんで、自分ではその表情は別に考えてしてないんですけど、やっぱ真剣な表情になるとそういうやっぱ硬い感じになっちゃうのかなってのを、やっぱ殺しそうな顔って言われたんで、その気をつけようかなとは思ったんですよ。その怖いじゃないですか、で自分もなんか嫌だし、でもやっぱどんだけやってもそうなっちゃうんで、もう改善のしようがないっていうのが今の状況ですね。前に出る圧力、下の方からガーッと出ていく力がとっても優れた選手だと思います。実は思わぬ負け方をする選手だなという感じがしますけれども、ただ攻めた時の強さ、これの迫力っていうのはすごくある選手だな。どんな気分、試合前はもう緊張しても心臓がバックしてました。なんかいつもより緊張してた気がしますね。まあ、あとはまあ負けた後はまあ最悪な気分です。そうですね、やっぱ負けて自分の悪いところが見つかったんで、そこの改善のしがいがかなりあると感じたんで、サウジはまあ圧勝できるように頑張りたいと思います。東慶応優勝が優勝が優勝が本当嬉しかったです。でも団体見てると、私の教え子だけ編成されたチームが4チーム中2チームが準決勝まで上がったりとか、で朝日大学もあの2人前2人は教え子だったので、やっぱりすごいあの上位でみんながあの真剣勝負で戦ってて、もう本当に嬉しかったですね。女子相撲は日本においてこれからものすごく可能性はあると思ってるんですよね。やはりこれまでどちらかというとこう日の目を見なかった、日本の社会っていうのはどっちかというとジェンダーバランスが悪い、他のスポーツではだんだんそれが女子のね環境が良くなってきた、でもそのジェンダーバランスの悪い象徴のような競技と言われてきたのが実は相撲なんですよ。でその女性がとっても神が嫉妬深くて、女性が土俵に入ってくると疫病を流行らせたりというか不作にしたりとか、そういう形の災いをもたらすと言われているんですよね。
そんなに女に対して失礼な振る舞いはないじゃないかって腹が立ったんです。で、舞鶴市長さんも大臣には至らなかったしということもあったので、すぐに私は、その大会の運営してる人のところに連絡をして、私も土俵の上で挨拶したいんですけど、今のこの時代に合うように女性も土俵の上で相撲を一緒に取らせてくれとは言ってないのよ。挨拶するんだったら、市長だったら同じ場所で挨拶させてほしいということを議論してほしいということと、広く国民に意見を聞いてくださいという3つの要望書を出しました。で、全然返事はありません。女子の相撲をプロに持っていくという、そこはもう大相撲の方で一切もう入れてないです。話の中に入れてない。もう我々もそうだけど、女子をプロにっていうのは正直言ってアマチュアの方でも今はまあ全然考えてないです。だから期待を持って挨拶したのに、今は失望と、この国は変わらないなというがっかり感です。明治22年って書いてますけども、女子相撲がこう巡行して、その宣伝のチラシみたいなもんですよね、きっとね。で、明治の22年にはこうやって、これ女の人ですよ全部、女性差別やめてくださいって言うと、これは差別ではありませんって言って言うんですよ。伝統文化っていう言葉がね出てくるんですけどね、その伝統文化っていうのは古いからっていいもんじゃないでしょ、古けりゃそれでいいよっていうもんじゃないでしょ。もう言うとね、一番最初に相撲っていう言葉で出てくるのは、日本書紀で出てくるのは女性が相撲を取ってるんですよ、実際はね。だけどそんなことを言う人あんまりいなくって、それはお上からそれもダメっていうお触れが出て亡くなったんですけども、でも女子相撲っていうのはやっぱりあったみたいです。女大関若緑ね、男の人の大相撲に遠慮して、横綱っていうのはないんですよ、女相撲の中にはね。で、大関からなんだけど、最高位の方ですよね。すっごく優しくて乗ってたんで、私はこれ買って得したなと思っています。うまくね、めっちゃありじゃね、焼き鳥台一つ、はい、500円になります。1000からお願いします。わ、美味しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。どう
私はないですね。でも私はまあ両国国技館で初めて大相撲を見て、うわすごいなと思いましたけど、まあ、立てないものだっていうその固定概念というか、生徒たちは立ちたいって言いますけど、私の中では立てないものだからっていう、すごくそういう考えがあってOK ありがとうございます、なってもらって、今私の教え子たちが、これから私たちが、まあ、その辞めた後にまた私たちとは違った形で女子相撲を普及発展させていけるようになってもらえたらなと思ってやってますうん、行きましょうか、うん、どう見てもこっちだな、はい、うん、もうちょっとそらちゃん上向いて、あ、そう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 、いいね、年は12歳です。あ、いい、将来は、まあ、世界大会で世界1位になることなんですけど、そのいろんな人に勝って有名人になりたいっていう気持ちもあってショックがするのはちょっと違うめっちゃ腹見えたかも、いい、でもなんか一回大相撲の世界でもその女性が土俵に入ってなんか問題になったりしてて、その昔からのしきたりとかもあると思うんですけど、なんか現代的に変えていかないとやっぱ何ですか、広まるってことは難しいんじゃないかなって思います。でこっちがあの横綱、何代目とかの横綱の名前が書いてある石です。あの本当たまに来て、まあ、本当に勝ちたい時に来て士気を高めるみたいな感じです。優勝させてくださいとかじゃなくて、そのなんか見守っててくださいみたいな意味でお祈りしてます。まあ勝つのは自分なんで、まあ、神に頼んでも別に勝たせてもらえるわけじゃないんで、その見守ってまあ、自分の力に、その見守るってことで力になってほしいっていう意味でそう言ってます。ね、キャリーケースにお相撲さんあのくれたやつ、あれね、これ絶対にこれうちの回しじゃないんだけど大丈夫か、スモーバッグですね、回しがと、そうこの袋ごと持ってかないとダメっていう一応ルーティーンがあります。そしたらまあなんか気分が落ち込む崩れるいろいろと崩れます。どういった意味、まあ、そこで優勝したら、まあ、世界で一番、相撲競技のその階級の中で世界で一番強い人っていうレッテルをもらいます。
ママ。もしもし。こっち来てよ。来れないの？来れないの？こっち。違う違う違う。この上に来て、上に。渡したいから上に来て。ここまで来れないの？下じゃなくてこっち。歩いて来れないの？こっちまで。今端にいるよ。お前を正面にして右側。いたいたいた。その母親と父親がその試合前になると自分がそのアップとかしてる時にもそばにずっといてくれてるんですよ。その飲み物渡してくれたりタオル渡してくれたりして、だそういうのもやっぱその何だろう、当たり前じゃないからそのすごい感謝をしてるんですけど、まあ、あんま伝えられないじゃないですか、恥ずかしいから。でまあ心の中でまあ感謝をしつつ、やっぱそういうのがなくなったら自分は負けるのかなっていう、勝ち続けてはいけないので、サクラジャパンジャパンサクラサクラ、2回目でウクライナの選手に当たるので、その選手とは すごい強い選手で、1回怒らなくて申し訳ない、世界初めての世界大会でもって多分負けた選手で、それなのでそれ事実上決勝戦ぐらいの気持ちで2回戦目をそう当たるだろうなっていうのを言ってました。あ、嫌だなというのも言ってました。ああマジか。Women's middleweight competition. 動画撮って動画撮って。ولا مع التصفيات نصف النهائية اللي後ろだけ？よかった、マキシメンコ。もう勝てんね。マキシメンコもう大丈夫だ。めっちゃ強かったよ。ね、マキシメンコ普通に正当化できたじゃんと思って。スナは大丈夫だった？足。スナ。分かんない。侵入者だった？これ部屋入ってきた。え？ああ。ちょっとあの子か。え、の。りょうちゃんじゃなくて、あれ？さあ、しっかりやっていこう。あと2試合全力だ。足ね、腰落としてね。投げと突っ張り気をつけて。あと足を止めない。大丈夫だよ。頑張って。やだ？いいの？分かった、じゃあ頑張れよ。しっかり。
かりな。ずっと応援してるよ。はい、しっかりね。いくまだ砂がそうどうなってるか分からなかったのでやってみて本人多分ちょっと足が滑ってそうでちょっと怖い試合だったとすごい思います。だから次2回戦目がどうなるかちょっと心配ですよね今ね。大丈夫。はい、今日のコート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 。おお、勝った。え、さくらでしょう。Judges conference。Judges can support.負け方ですもんね、2回ともね。すげえ悔しい。名誉な勲章だな。ちゃんとうちに手つかなかった。でも2回同じだったよ。2回目だってなぜ来るって分かっててできなかったの。そこにすごいのよこれ。めっちゃ痛いか。初めて怪我したね。そこは分かんないけど初めて顔怪我したね。本当悔しいよ。なんであんな負け方すんだよお前は。きっと来るって分かってただろうよマジで。悲しいです。はい。ここを区切りにしてやめようとは思ってたんですけど、まあとりあえず大学合格してから志望校に合格してそこでまあ相撲をちゃんと続けたいなと。ことによって。まあ、次も勝たないといけないっていうのができたんで、まあターニングポイントにはなりました。相撲もやめられなくなっちゃったんで頑張ってやりたい。